通っております。こちらが大加護地区となりまして、都道216号環状線を走っております。冷え込み、冷え固まったものをこれからですね、皆様にご覧いただきまして、洗浄時期というところは畳1000枚ほど、また秋田秀栄港と郷姫の像のところで簡単にご説明をさせていただきまして、どこでもご覧いただけるような、あの野草化しているものなんですけれども、ここ最近では健康食品の一つとしてですね、多くテレビなどでも見受けられるかと思います。また青汁なんかにもですね、こう入っているアシタバになるんですけれども、現在もソーラーで動いている灯台で、船のですね、命の明かり、現在は無人島です。水平線ちょっとぼやけてますけど、ぐるーっと見渡していただくと地球が回るのが分かってます。水平線ではないのもございます。夏の時期は大変にぎわうところですね。積む際にガタつき等がある場合はですね、砂を持ったり石を挟んだりとですね、崩れにくくしているんですけれども、積み方がございまして、六方積みと言います。皆さんの近くの玉石どれでも結構です。一つ玉石を中心に見ていただいてですね、周りに6つの玉石で囲っているかと思います。お花の形にもご覧いただけるんですけれども、これが六方積みという積み方になります。昔はお米の俵を積む積み方と一緒だということで、一時俵積みとも呼ばれていたんですけれども、今現在では六方積みと呼ばれております。また六方積みのこの玉石垣のですね、崩れることはありますかと聞かれるんですが、ほとんど崩れることはないんですが、まれにですね、上を見ていただくと竹が自生してます。この竹が根っこが張り出してくると玉石も崩れることがございます。崩れた玉石垣を直せる方は現在島内で2人しかいらっしゃらないんです。大変貴重な方たちですね。でこの石垣のですね、積み方が右手側の玉石垣と左手側の玉石垣が違いまして、左手側はまっすぐ積まれた積み方で土手積みと言います。右手側を見ていただくと、先の方を見ていただくとよくわかるかと思います。中心部分がこうへこんで凝ってますよね。
これは築城式の石垣ってよくお城などで使われる積み方に見立ててこう玉石が積まれております。でなぜかというと、先ほど皆さんがバスを降りた広い駐車場が昔島役所が置かれていたところになりまして、陣屋とも呼ばれてました。お役職を持った方たちがお仕事する場所で、左手側は普通の民家ということで、見極めをつけるためにですね、若干積み方を変えております。でこの玉石自体がですね、大きさ同じぐらいのものを選んで運んできているんですけれども、表面上見ますと丸い石です。ただよく見ていただくと奥行きがあるので楕円状をしてます。なので中心部分が重なり合い崩れにくくなってます。で人の手で丸くした石ではなくて自然に丸くなった石です。今現在も海岸にたくさん転がってます。左側景色がご覧いただけます。やっぱ雨が降った後だったんで滑走路濡れてますね。まあ、ちょうどいい。あれが熟すと黄色くなって落ちてくるんで、落ちてきた時は割れてた中の種が食べられるって言いますけど、ここにあり、東京都だから予算の形と違うものと合わせるとお味噌が作れるそうですけど、八丈ではそういう製法をしている方いらっしゃらないので、食べたという記録はないんですけど、一つの花にこれすごく大きいですけど、ちょっと大きいぐらいですから、もう島を制覇してしまって退屈してしまって、本当は流された島から出ちゃいけないんです。ルニンは島抜けということになりますので、で出ちゃいけないんですけど、八丈が北限ということで天然記念です。エゴシダ
滑走路から手前、右で手前の方の薄いピンク色の大きな建物が、道と溝武家の方ですので、それをこのように、で上の方の玉石垣も角の石は、はい、なお疲れ様でした。別がそうだこっちですね。こっち。これ。これ。この前の方にご覧いただきます。二つの音鉄が。樹齢樹齢800年この蘇鉄もメスとオスがあってね、植物公園でオスの花も枯れちゃってるんですよね、あのトウモロコシを大きくしたような細長く5-60センチで花を咲かせるのがオスの花です。4/4を担っています。